こんにちは、しょうです。今回ねタミヤグラスホッパー、前回ね動きが悪かったフロントサスをねちょっと強化サス組んじゃおうってことで、まあ、見ての通りですね、右と左でもう随分見た目が違うし、こんな感じでね左右で柔らかさも違ってるんですけど、わかりますかね。 L 側はねこれノーマル、全くのノーマルですね。でこうこっちはちょっとごっついかな。強化サスしようって言ってもね、派手なのはねやっぱまずいんですよね。とりあえずね組んでみたのが CVA のスーパーミニのスプリングだと思うんですけど、手で触った感じもね相当硬い感じですね。これ当然なんですけどね、上下にこの皿入れないとつかないよってことで、どうかな。でさらにね、シャフトをケミカルチューンを行ってみてるんですけど、これねクレのドライファストルブ、これでねシャフトの動きを少しでも良くしてやろうっていうような考えなんですけどね。前回途中でねシャフトが止まっちゃったりしてたんで、さらにホーネット純正のねフリクションダンパーのオーリングをね別のものに交換してやろうと思ってます。どれぐらい効果があるのかも若干微妙ですけどね。まあ、R 側暫定仕様なんでね、とりあえず L 側ね、分解してみます。と言ってもね、たったこれだけしか部品ないんですけど、こんな感じね、下に1個残ってますけどね、シンプルってのはね、ほんといいなと思いますね。これがね、ホーネット純正のフリクションダンパー。まあね、もう可愛いとしか言いようがないですよね。でこの中にねオーリングが1個入ってるんですけど、もうねいつ組んだのかわからないんでかなり汚れてるんですけどね、手で触ってみるとね元の色が出てきて、タミヤのねよくある赤のオーリングですね。でねもう CVA はちょっとごつすぎなんでね、ちょっと DIY センター行ってね2種類スプリングを仕入れてきました。それぞれに入っててね、単価170円ということでもうすごくリーズナブルなんですけど、こっちがね線形がコンマ9の外径が 8.5、 自由帳が38かな。かなりね純正の、スプリングに対してサイズ的には近いんですけどね、まあ、線形はもう見ての通り太くなってますから強化サスとしては使えそうだなぁなんですけど、ちょっと硬いかなぁっていう気もねしてるんですよね。ただなかなかね都合よくもいかないんでね、こういうやつって。こっちはねコンマ8っていう線形なんですけど、外径が 10mm、 自由帳はね先ほどと同じ 38mm なんですけど、さすがにねこれだけ外径が大きくなっちゃうと、この純正のねパーツに対して座りがねどうしてもやっぱ悪いんですよね。これはちょっとパーツ作らないと取り付けできないかなっていう感じですね。なのでねもう最初のスプリング線形コンマ9ですねの外径 8.5 っていうやつを使ってみようと思うんですけど、とりあえず洗浄ねいつものワコーズの BC9 使ってます。で洗浄を行ってね、これもうすでにケミカルをね塗布した状態ですね。この先ほどのクレの、ドライルブね、使ってます。ちなみにオーリングはもう手元にあったものですね、クリア、透明のものがあったんで、多分これもタミヤのものだと思うんですけど、これをねとりあえず今回は使ってみます。だからどうなるのかっていうよりは、まあねさっきの汚れた状態のものを綺麗なものに変えるっていうだけでも随分違うのかなっていう気はしてるんですけどね。で、組み込みも行ってますけども、あまりにもねこれシュールな感じですよね。先ほどね分解でお見せした通りの部品構成なんで、もうめちゃくちゃ部品点数少ないんですが、これね先ほど言った、線形コンマ9の外径 8.5、 こっちをねとりあえず使ってみようと思います。
特にね、思い、なんかここ、気をつけた方がいいよみたいなところもなかなかなくてですね、作業自体はね、こんな感じで。ただご存知の方も多いかと思うんですけど、シャフトですね、今止めてる部分なんですけど、これの長さの調整で、ノーマルであってもね、多少ステアリングフィールの調整ができます。ちょっとね、緩めたり締めたりしてもらうと、それだけでも動きが変わるのがね、体感できると思うんですけどね、もし興味がある方はね、やってみてください。で、組み込みできました。このね、 DIY センターの強化スプリング仕様ね、触った感じはね、もう間違いなく強化サスですね。本当 200% ぐらいの感じがなんとなくしてるんですけど、こっちはね、もうさらに硬い。ちょっとね、あちこちに負担かかりそうなんで、この L 側のね、パーツで今回は走行テストをやってみます。はい、それではね、コースの方にやってきました。相変わらずのいい天気なんですけどね、まあ、フロント固めちゃったからね、ステアリング特性も変わっちゃうんだろうなってことで、前回ジャックワンダーだったものがね、どうなるのかっていうとこなんですけど、ちょっとね、今回この走行動画がね、私画角の設定失敗してしまいまして、コース奥がね、見切れちゃってます。大変申し訳ありません。本当ね、相変わらず跳ねてるようには見えるんですけど、前回とはね、かなり違ってますね。ちょっとアンダー強くなったかなっていう気もしなくもないんですけど、腰砕けみたいなフロントの柔らかさはなくなってきてて、なんとなくね、こっちの方がね、間違いなくいい感じですね。なんといってもね、ジャンプ飛べたのにはちょっと驚きましたけど、本当ね、リアはそのまんま何にもいじってませんからね。この辺のね、まあまあいい路面に乗っかると加速もね、ちょっと今までと違うんですよね。わかるかな、もうなんかパッと見はね、もう跳ねてるばっかりにしか見えないかもしれないんですけどね、しかも画角がね、こんな感じで本当申し訳ないんですけど、ストレート区間もね、ジャンプに向かっての、加速なんかがかなりいいんじゃないかなと思うんですけどね。ほんとノーマル状態のね、神経使うようなリジット独特のね、緊張感は若干薄れてきてるような気はしますね。感じでね、蹴飛ばされたようにね、グラスホッパーらしくない加速感がね、体感できるようになってるんですね。だから GT チューンの力をちょっとね、少しは発揮できるようになってきてるのかなっていう気がなんとなくこうね、してるんですけどね。ちょっとね、DT のね、03あたりと比べるとちょっとなんかこう見栄えのしない走行動画でね、ちょっと本当申し訳ないんですけどね。前回に対して触ったのが先ほどのね、フロントサスっていうことを考えれば、まあなんかありかなっていう気はね、してますね。特にまあ大きなね、トラブルもなく、1パックね、走り切ったんですけども、まあ、見ての通りですね、このリア周りなんですけど、これ完全にホーネットの純正のパーツ構成なんですよね。だからまあもちろんリアをやらないとねっていうのはあるんですけどね、フロントもうちょっと私の中で宿題を残しちゃってるもんですから、フロントをやるかな、まとめてやるかな、
フロント一旦決めるかなみたいな感じで若干迷ってますということでね、また長くなりましたけど最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この動画がね面白いなと思ったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではありがとうございました。I'm just sitting here.